レビット2019土木技術者のためのレビット入門第2章構造物モデルの作成18。ミムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでレビットの動画解説を行っています。お問い合わせは LINE で問い合わせてください。それでは前回の続きです。このようなプロファイルが書けました。今度は参照面を引き上部項のこの空洞のボイドの部分を作成していってください。作成後名前をつけて保存で保存してください。 LINE アットの登録がまだの方はこちらから登録してください。登録特典その1、登録特典その2。登録方法は LINE で検索してください。ミムシムレッスン TV オンラインはここまでです。スノーオータムでした。